カメラを買って動画制作やりたい人、どんな感じで勉強してます？僕は YouTube でいろいろ見たり、あとね、本も買ったんですよね。で、近くにカメラ詳しい人がいたら、そういう人にね、聞けばいいと思うんですけど、そういう人僕いないんですよ。で、なかなか同じ環境にね、詳しい人がいない人、とっておきの方法をお教えします。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。さあ、今日はね、こんなおしゃれなカフェみたいなところに来てるんですけど、今ね、四日市に来てて、で、ここが名前なんだったっけ？ブルックファニチャーセンターっていうね、2階で今撮影してます。で、なんでここに来てるかっていうと、動画の力のね、今ね、メンバーがうどんをね、食べてるんですよ。横で。で、せっかく動画の力、ね、ノリさんね、食べてるんですけど、せっかくね、動画の力メンバー、僕初めて会う人ばっかりなんで、まあ、こういう機会をね、利用して、なんで動画制作を始めたのかとか、あと、動画の力に入った理由なんかもね、ちょっとインタビュー形式でやってみたいと思います。じゃあ、サクサクっとね、最初、行ってみましょう。まずは、さやりえログというチャンネルを持ってる、さやさんですね。お願いします。こんにちは。はい。じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いします。はい。さやりえっていう動画チームを組んでます。さやと言います。名古屋で活動してます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあもう早速なんですけど、動画を始めたきっかけっていう。きっかけは、本当にカメラをまず触ったっていうのが10年ぐらい前の時で、カメラというか、結婚式のエンドロールを作る会社に入って、その当時は、こう、写真を撮って、スライドショーにするっていう仕事だったんですけど、それがまず始まりです。はいはいはい。で、その後また関係ない仕事になったんですけど、まあ、カメラが今度動画が主流になっていくっていうことで、こう、エンドロールの動画の方にまたやり始めて、それがきっかけになりました。なるほど。じゃあ結構もう、スチールから入ってる感じなんですね。そうですね。スチールもぶっ飛ばして、なぜか写真をいきなり撮って、いきなりスライドショーを作るっていう感じだったんで。結構なんかそういう人も多いみたいですね。結婚式のエンドロールとか、実際にこう入場とかもちょっとサクッと撮ってくれとか、友達に頼まれたりとか、なんか結構そういうのよく聞きますね。じゃあそういうのがきっかけで、まあ10年ぐらい前からやってたと。はい、そうです。じゃあちなみに動画の力今入られてるんですけど、いつ頃から入ってます？覚えてます？去年一昨年、はいはい、去年去年かな去年。去年の多分10月か11月ぐらいかな。はい。で、僕より後ですか？いや、違う。あと。あ、そうなんですか？全然後です。じゃあ、なぜ動画の力、はい、まあ、いろいろこうコミュニティあるんだけど、なんで動画の力に？まず、相棒のさやりえのりえの方が入ってたのがまずきっかけ。そうですね。はいはい。で、まあそこで話を聞いていて、ノリさんにいろいろまあ教えてもらってるよっていうのと、まあ困った時に質問ができるよと。おー、大事ですね。はい。っていうのを聞いて、入ったかなっていうところですね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、じゃあね、今日は本当、何人だ ?1,2,3,4,5。5人ね、メンバーいらっしゃるんで、ちょっとサクサクっとね、行きたいんで、さやりえログのチャンネルの URL もね、下の概要欄に貼っときますんで、はい、お願いします。ぜひぜひ、どんなチャンネルか見てあげてください。はい、じゃあ次は同じさやりえログをやってらっしゃるりえこさん、お願いします。りえこさん、りえこさん引っ張るみたいな。こうやって入る。入れ替わった方がいいかな。そうですね。はい。ちょっと後ろに座っといてもらえれば。はい。じゃあ、りえこさん。簡単にでいいんで、はい、自己紹介お願いします。はい。さやりえのりえです。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい、じゃあ、ちょっと同じ質問であれですけど、動画を始めたきっかけっていうのはどんな感じで？コロナ禍で私、派遣で働いてたんですけれども、なかなか厳しいなと思いまして、はいはい、で自分でもこう、なんか、仕事を持ってたいと思って、で、いろいろと探していたところ、まあ、もともとマイケル・ジャクソンが好きで、映像を見るのも好きだったので、はい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 、だったらそれをやりたいなと思って始めました。すごいですね。いいですね。で、何年ぐらい前から動画。動画は、いました?2年くらいですかね、今。あ、じゃあ一緒にこう、さやりえとしてやり始めたのは2年ぐらい前。そうです。ああ、なるほど、なるほど。はい、
で、じゃあ動画の力に入った理由っていうのは、もともと私競馬がすごく好きなんですけど、でその、カナダに行ってるジョッキーをまあいろいろ調べていたんですけど、それそのカナダのキーワードで、当時のりさんがカナダにいらっしゃって多分そうなんですよ競馬カナダ動画で多分もうそこしかないですね。のりさんが多分上がってきたと思います。それで、あ、なんだこの人日本人なのになんだこの人カナダにいらっしゃるなと思って。そういうことだったんですね。 それでのりさんの動画を見始めた頃はまだ英語を言ってたんですけど、途中からあ、なんか動画始めたし、あ、ね、あの博多弁みたいな感じでね。そうなんですよね。ありがとうございます。ね、そうなんですよ。そうなんですね。電話メッセージを送ったりして、はいはいはい、そこからあのサロンやることになったんで、はい、結構初期からなかなか貴重なノリさんの見つける話を聞けましたけど検索結果がね面白いですね。で、サエリエログとしても今あの YouTube ね、2人でやってるんですけど、動画の力の中で動画の力女子部そして今活動してらっしゃって、ちょっとね、スミカさんも入ってきてもらって、はい、あれスミカさん、そう、動画の力女子部っていうのをね、やってるらしいです。ちょっと動画の力どんなことやってるんですか、動画の力女子部っていうのは。まず女子部って言っても、はい、まあ、あのがっつりとプロでやっていきたいっていう方から、自分の楽しみとしてやりたいっていう方とか、いろんな方がこう一緒に活動してるんですけれども、はいはい、まず自分たち の実験の場としてもやれますし、その勉強していく中でわからないことをこう仲間と相談したり、もしくはさらにこうやれることを上げていくために、次はこうしたらどうっていう意見の交換をしながら、はい、チャンネルを作っています。確かに YouTube だといろいろこうね、自分の好きなように実験したりもできるんで、なんか楽しいですよね。で、仲間が一緒にいるんで、ちょっとこうね、こうした方がいいんじゃないといろいろ意見が出たりして、ちょっと楽しみながらチャンネルを運営してるということで、ちょっとね、動画の力女子部の URL もね、概要欄の方に入れておきますんで、ぜひね、見てください。面白いね、動画たくさん上がってるんで、ぜひね、見てみてください。はい、じゃあ、ちょっとバタバタいきますよ。はい、次はね、誰でしたっけ、ソーマさん。はい。じゃあね。ソーマさんですね。お願いします。うどんもう食べました？食べました。あ、ちょうどいいタイミング。はい、よろしくお願いします。はじめまして。ソーマさん、ちょっとじゃあ簡単に自己紹介をお願いします。はい、動画の力に入ってまだ4月から入ったんで2ヶ月3ヶ月はいはいはい、はい、まだ、新参者なんですけど。いえいえ、そんなの、はい、一応年齢とかでいいですか？ああ、全然、はい、年齢26歳です。あ、若いですね。はい、僕と二回りぐらい違います。あ、本当ですか？お父さんぐらいの年かもしれないです。カメラは、はい、何を使ってたんですか、ちなみに。カメラは、1年前にソニーの ZV-1 っていうコンテンツを買って、はい、で今は α7-4 を買いました。おー、いいですね。ノリ、はい、さんと一緒の。一緒ですね。はい、いいですね。ちょっと取り替えがあるカメラですね。そうですね。あ、そうだ、カメラを持ってきてもらうという話を全然忘れてましたね。はい、段取り不足ですいません。はい、そう、これですね。はい、でレンズはちなみにタムロンの28-200 ってこと、APS-C じゃないな、フルサイズ。はい、これをもう1本で撮ってる。今は1本しか持ってないです。あ、なるほどですね。じゃあ動画を始めたきっかけっていうのは、はい、きっかけはですね、趣味が登山とキャンプで。あ、そうだ、 Facebook ちょっと見ました。はい、なんで、その思い出とかを記録残したい、カメラでいいのを撮りたいなっていう。 iPhone とかじゃなくていい、ね、カメラで撮りたいなっていうのがきっかけで買いました。はいはいはい、おー、なるほど。はい、でそれから少しずつ撮ってると。そうですね。じゃあちなみにその動画の力最近入られたんですけど、はい、じゃあなんでその動画の力を選んだのかっていう。そうですね、最初カメラ買った時に、はい、動画とは何ぞやっていうところから入って、YouTube で調べてたら、のりさんの動画がありまして、でそれでのりさんの動画をちょこちょこ見てて、はいはいはい、動画の力っていうのがあるっていうのは1年前ぐらいにしてたんですけど、興味はあったけど、はい、なかなか一歩が踏み出せず、はい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 、で1年経つうちにその技術的にもモチベーション的にもなかなか上がっていかないなっていうことで、ちょっと仲間が欲しいなと思って勇気を出して入ったっていうような感じです。なるほど、はい、僕もなんかそんな感じで、ちょっと周りにね、やっぱりカメラについて動画とか知ってる人が本当いないんで、
やっぱそうすぐに聞ける YouTube なんかは本当にいろいろこうインプットとしてはいいんですけど、なんかその場で聞けないじゃないですか、はい、そういうところがコミュニティはいいですよね。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いいキャンプの動画を撮ってください。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ次最後ゆうやさんお願いします。失礼します。はい、お願いします。あ、お願いします。ゆうやさんです。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、ゆうやです。はい、簡単に、35歳で、はい、まあカメラを始めて、うん、まあ、約1年ぐらい、ね、ああそうなんですね、はい、じゃあ、はい、動画をこう1年前にカメラを購入した。購入したのは、半年ぐらい前、ね、ああそうなんですね、まあがっつりちょっと、はいはいはい、やりたいなっていうことで。なんでこう動画をしようかなって思ったんですか。実際自分その動画はちっちゃい時からそのビデオカメラとかで、うん、はいはい、よく撮っていて、で、ある程度、まあ、年齢いってきて、うんうん、で今本当に自分がしたいことって何かなって考えた時に、あの動画撮っとる時ってすごく楽しかったよなっていうので、うんうん、はい、ちょっと思い出にちょっとずつ残していきたいというような感じなんですね。はいはい、でその中で、動画の力っていうコミュニティに入ったじゃないですか。はい、それのきっかけっていうのは何だったんですか。きっかけは本当にそれこそ YouTube で、うんうん、まあ独学ってなってくると、はい、多分もう YouTube ぐらいしかそうですね、いうので、はいはい、まあいろんな動画漁ってて、うんうんうん、まあ実際ちょっとそのいろんなコミュニティに入ったりとかっていうのはしてたんですけど、でもあの実際あのなんていうんですか、あこれって YouTube で勉強したのとあんまり変わらんかなっていう感覚で、まあコミュニティとか全部抜けて、あのまた YouTube をまあ漁ってたら、あの映像の本場カナダから、ああそこの時代からなんですね。そうですね、はいはいはい、でそのチュートリアルを見させてもらって、うんうん、いやもうこれだと。これだと。なんか、僕の作より長く見てくれてますね。僕、2日ぐらい前に 見始めた。まだチャンネル登録してないでしょ、ね。あ、今解除しました。あ、そうなんですね。なんかみんな長いですね。ノリさんのファンなんですね。ありがとうございます。僕、ノリさんのファンっていうわけじゃないんですけど。片付けしてるのもみんなで飯食いで、僕だけあったかいうどんが冷めてるっていう、ちょっと長く喋りすぎたかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、やっぱり映像制作をしていく、ちょっとね、がっつり本気でやっていくとすると、あの、照明のことだったり、マイクどうすればいいんだろう、音量どれぐらいでね、あの、撮ったらいいんだろうとか、画角は、カメラワークはとか、いろいろこう難しいことがたくさんあるんですよね。で、そういう、その難しいことを気軽に聞ける仲間が、こういったね、あの、動画の力のコミュニティには結構ね、揃ってるんですよ。でしかも最近ではあの映像制作をありがとうございます。い映像制作のそうそうそうなんです。エディター、まあ、例えば編集ですねとか、あと旅館にね一緒にこう一泊二日でねプロの機材とかどういう構成で撮ってるのかとか、そういうこともねあの学べる機会がね動画の力にはたくさんあるんですよね。でのりさんがねちょっと今機材持っていますけど、まあ、こういう形でね、プロ用の機材もね、いろいろ見せてもらったり、実際体験してもらうような、うね、照明の、ワークショップも今度やるんですね。そうですね。はい、今使ってるようなライティングの機材の、まあ、効果的な使い方とかね。そうですね。で、なかなかこういうプロの現場で学ぶっていうことは、あんまりないと思うんで、すごくね、貴重な体験がこの動画の力でできるので、うん、ぜひぜひね、迷ってる人。どうぞどうぞ。あのね、ちょっとね、迷ってる人なんか、動画制作もうちょっと上手くなりたいんだよなって思ってる人なんかはね、特にこういったコミュニティに、ね、入ることをすごくおすすめします。はい。じゃあ、動画の力。なんだ、ここは。東海ですね。で、集まってくれた皆さんです。ありがとうございました。インタビュー協力していただいてありがとうございました。じゃあ、今回の動画、良かったと思っていただいた方は、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。ありがとうございます。いらっしゃいませ、やりたかった。
さあ、このままで。逆ロックになってない。あ、なってる。足りが出ないんですよ。じゃあ最後に。今マウントスタイル。出てないから。足りが出てても逆ロックしたじゃないですか。えー、だっていらっしゃいますスタイって言ったら誰ですか。みんなでいらっしゃいますよ。あ、スタイですか。でも今さようならなんですけど。最初に。あ、じゃあ僕がスイーツラバーチャンネルのスイーラバーですって言ったら、いらっしゃいませみんなでお願いします。本当やりたいんですかみんな。なんかいやいややりたいです。やりたいです。はい、じゃあお願いします。これおまけで使いますよ。じゃあ行きますよ。スイーツラバーチャンネルのスイーラバーです。いらっしゃいませ。あ、なんかやってくれるのかと思ったんですけど。ありがとうございました。仲間はね、本当大事ですよ。じゃあ、ちょっと僕も飯食わしてください。いいですか、はい、もう大丈夫です。はい。じゃあ、飯食います。多分もう伸びてます。